皆さん、AT フィールド明けましておめでとうございます。今日はね、ちょっと場所が違うんですけど、ここはなんばグランド花月の楽屋なんです。で、今日3回出番があって、朝さっき終わりました。で、次の出番が夕方なんですね。この間6時間ほどあるので、どうしようかなと思っていた時にですね、これを買っちゃいました。じゃーん、ほねほねゲリオンです。これは何かというと、かばや食品さんがほねほねザウルスっていうのを出してると思うんですけど、ほねほねザウルスとエヴァのコラボ商品です。一つ一つは小さいんですけど、これは全種類入ったボックスなので、これを全部この6時間で作っていきたいと思います。それではオープン。うわー、ほら見て。そうなんです、箱買いしたらね、この骨のロンギヌスの槍がついてくるんです。ほら、すごい。ちょっと待って、めっちゃ逆向けて血出てる。さすがエヴァですね。まあ、これもゼーレのシナリオ通りですね。コンプリートボックス購入特典、ロンギヌスの骨と平手2個。あ、手が2つ。あ、持てるっていうことですかね。ロンギヌスの槍をこの平手の骨で持つことができるんですかね。え、しかも実行します。おー、いいですね。これコンプリートボックスじゃないとついてない特典やから、やっぱ箱買いしてよかったです。まずこれを作ってみます。じゃーん。ほら、手、これ誰の手これ。あー、ニッパー持ってくの忘れたな。ニッパー忘れた。これ無理かな。結構硬いですね。結構硬い。うわ、最悪や、どうしよう。バキッてやったら怖いね。ここのつなぎ目が太すぎて、これ手でクリッてやったら折れそうなので、せっかく買ったんですけど、家でやります。はい、家に帰ってきました。帰ってきてからなんと3日が経ちました。それでは早速やっていきます。じゃん、ニッパーです。これさえあれば大丈夫です。ほねほねロンギヌスをやっていきます。こうで、こうですね。はい、できました、ロンギヌスの槍。おお、これはね、もともと骨っぽいから、これは、どの部分が骨なんや。ちょっとボコってなってる。でもロンギヌス大体こんな感じやったような。手だけが骨ってことですかね。こう、ここ、あ、これを、違うんかな。こう。これで完成？ここの穴は何やろ。持つという概念ではなく、ロンギヌスそのものがこう生き物。これでリリスをプスッとプスッとやるわけです。ではいよいよこちらをやっていきます。うわー、いっぱいありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、8個。何が出るんでしょうか。ではまずこの端っこから。よし、ここにね、ここに中に入ってるやつの番号が書いてるのでわかるんですけども、あえてちょっと見ずに開けていきます。
じゃん。あとこれガムが入ってます。一つに結構入ってますよ。あ、もうほらこれでわかりますね。このうねうねの触手で何を作るかは大体わかります。で、これが説明書です。はい、シャムシエルです。ほら、あ、かわいい。え、これいいですね。シャムシエル赤なんですけど、触手の部分が赤ですね。じゃあ作ります。それでは作っていきます。シャムシエルの完成。見て、ほら、頭動いて、コアもしっかり、あー、腕取れた、守られてます。頭こいつ実は頭パカーンやったらコアむき出しタイプやったんですね。シャムシエルの骨格はこんな感じです。なんか下半身は骨がスカートみたいやったんですね。こういうのがついてたんですけど、これは骨取るスナイパーライフルの一部です。これがね、なんかいろいろ箱を開けたらついてて、それをつなげるとこの骨取るスナイパーライフルになるそうです。はい、綾波レイができました。骨なんですかね。骨と言われた骨ですけど、目ん玉なくて、この胃の部分ががっぽり開いて、あばらが出ています。怖い。クローンより衝撃的です。後ろがこう、なんかちょっと猫背みたいになって、これなんかくっつけれそうですね、この穴に。続きまして、2箱目、これも番号見ずに開けます。じゃん。あ、この盾があるということは0号機か。ほら、盾でしょ。これラミエル製の時の盾じゃないかな。あ、0号機ですね。ほねほねゲリオン0号機では、0号機を作っていきます。0号機作れました。ウエストが細い。ってかもう骨しかない。なんでこうなる。だって、あ、頭蓋骨やから。ほらほら、口もねパカパカ開きます。この縦の骨骨ザウルスのトリケラトプス感がすごいですね。ここにねはめ込む。よいしょ。これで真珠を守れます。あなたは死なないわ、私が守るものと言うとります。
おお、骨骨でもめっちゃかっこいい。結構なサイズ。箱にちゃんと収納、ギリギリ収納できるぐらい大きい。はい、3箱目いきます。何が出るでしょうか。開けるワクワク感いいですよね。はい、この部分では分からんな。ちょっと待ってよ。ほうほうほう、あ、これはシンジやね。骨骨シンジと、骨骨シンジと、あとは、あー、なんやこれ、わからへん。胴体があって、だいたい胴体あるもんな。サキエルかな。できました。サキエルです。サキエルガリガリ、足細、でもスタイル抜群。シンジとサキエル、目標センターに入れてスイッチ、目標センターに入れてスイッチ、目標センターに入れてスイッチはい、4箱目いきます。これは、あー、これはね、初号機でしょ。ほら、初号機の横顔、もう角がありますから。はい、初号機出来上がり。はい、口が開いて、うおーと、暴走モードもできます。うん、かっこいいな。やっぱり使徒よりエヴァの方がかっこいいですね。お、プログレッシブナイフ、じゃーん、ライフルとナイフをこう持つことができます。こういう向きでしょ、こういう向きで、ここか。おー、すごい、ポジトロンライフル、あ、じゃないわ、骨トロンスナイパーライフルができました。すごい豪華。へー、ライフルも骨になるとこんな感じなんですね。ドーンと、これでラミエルを撃ちます。日本中の電力がここに集められます。続いてこちら、5つ目です。あれ、ちょっと待って、色がいきなりついてきた。あー、なるほど。あ、色付きもあるんや。へー、なるほどね。あ、初号機サキエル、0号機シャムシェル、あと色付き初号機、色付き0号機、色付きサキエル、色付きシャムエル、シャムシェル、
なるほど、これ以上の形はないってことですね。ってことは今回は2号機がない。あんたバカ。はい、次はね、赤いシャムシエルを作ります。次は触手が青い。よし、はい、はい、赤いシャムシエルできました。おー、赤くなったらやっぱりシャムシエル感ぐっと増しますね。ちょっと虫感もすごいですけど、裏もほら骨骨スカスカ。白と比べるとシャムシエル感がすごい出ました。はい、綾波、ホワイト、ブラックが揃いました。黒い綾波は怖いですね。これは新劇場版9の方の心をなくした綾波っぽいですね。6箱目いきます。おお、黄色、黄色は0号機かな。縦ついてるから0号機ですね。0号機はね、組み立てて楽しかった。あの、頭の目入れるところが好きです。できました。おー、やっぱ0号機は黄色ですね。かっこいい。さっき作った白いやつもいいですけど、このね、目の部分が赤と青、コアも赤と青になってます。本当はこっちも赤いコアが良かったですけど、まあ、これ付け替えできるんで楽しい。これごちゃ混ぜにして頭だけこう黄色に変えたり、右端だけ黄色とか、そんなんできますね。7箱目です。おー、あ、黒と若干なんか紫、サキエルやな。サキエルですね、これ。はい、サキエルできました。いいもん悪もんみたいですね。でもサキエルに至っては黒の方が好きですね。コアが青くて、もう本当に悪者って感じ。はい、いよいよ最後です。最後はもちろんあれが入ってますね。じゃーん、紫多めイコール初号機です。よく見たらこの説明書の裏にこういう可愛いイラストがついてました。力合わせて登りきれ、こういうのとか、0号機の裏には天気がいいね、一休み、0号機とレイがなんか日向ぼっこしてます。シャムシエルの裏にはなん、さあ何回飛べるかな。0号機とシャムシエルがこの触手を使って縄跳びしてますね。こんな世の中やったら苦労しないですね、言動さんは。で、サキエルの裏には仲良しだけどたまには喧嘩、初号機とサキエルが喧嘩してますね。周りのビルとかボロボロですけど、あの戦いはたまにの喧嘩やったんですね。最後の初号機作っていきます。おー、できたー、紫。
ほらここにロンギヌスの槍持たせたらもうほら危険危険、すぐサードインパクト起こすから。じゃーん、はい、できました。すごい。0号機初号機シンジとレイ、シャムシエル、サキエル、ライフルにラミエル、これでほねほねエヴァ全種類です。おお、スロットいいですね、迫力満点で。これだけじゃないんです。ほねほねエヴァのねいいところは、これを全部組み合わせてオリジナルのキャラが作れるっていうところなんです。それを今からやっていきます。私はこの白でなんか作ります。初号機をね強化させてゼルエルをボコボコにしたいんですよ。サキエルとチャンシエルの腕をかっぱらいましょう。なんかいろんなところにつけれるようになってて面白い。これサキエルの腕最高やん。じゃーん、こちらでーす。すごいでしょ。まずシャムシエルの右手奪いました。そしてこのシャムシエルの下半身甲冑みたいになってますね。これかっこいいです。で、サキエルの左腕にシャムシエルの触手をぶっ刺して、ほんでここにね足も生えさせて、ロンギヌスの槍を持たせて、あとシンゴジラのエンディングのゴジラの尻尾から人が生えてたので、シンジの体にレイの体をここのお股の部分にくっつけました。強そう。これはゼルエルひとたまりもないね。しかもかっこいい。すごい。庵野監督、新劇場版の4部作目、この初号機登場させてみてはいかがでしょうか。